自分で自分のトイレ行くのもちょっと恥ずかしいですね。クレーム難しい。いくらぐらいかかるんでしょう。1回200円って聞きました。はい、なので、でも10回ぐらいは必要ですよね。でも2回で取れたって言った方もいらっしゃるんですって。クレーンゲームだけ下手です。あ、他はお上手なんですね。羨ましいです。私はクレーンゲームも得意じゃないので。25回かかった人、でも25回ぐらいだったらいけませんか。私自分で何回やるか決めていて、10回やって取れなかったら諦めるか、それでも欲しい場合は課金してきますね。どうしてもやっぱり取りたくなるじゃないですか、かければかけるほど。10回ぐらいだったら結構当たり前じゃないですか。そんなことないですか。でもそう、店員さん味方につけるといいって言いますけれども、ただあれなんですよ。あんまりやりすぎると顔を覚えられてしまうので、そう、しかも何回やってるかどうかやっぱり店員さん見てわかるみたいで、何回かかけてちゃんとどうしても取れないんですっていう体でいくと、あ、そうだよねってなるんですけど、2、3回目でどうやって取るんですかって聞いたら、いや、まだですね、頑張ってくださいってなるので、なので、やっぱり、しっかりね、やってから、どうしても難しいといった場合、自分の自力では難しい場合は、やっぱり店員さんに頼るっていうのも大事だと思います。まずはね、自力で。はい。他力本願ではなく、自力で頑張らないといけないですね。そうね、あんまり行き過ぎるとね、顔をもらえてしまうので、お気をつけください。さあ、ということで、皆さんも寒さに気をつけて、クレーンゲーム楽しんでいただきたいと思います。